D 級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級、C 級をもとに対戦性能力などを強化した紹介性型として1930から1年度計画で9隻が建造された。ディフェンダーをネームシップとしてディフェンダー級と称することもある。イギリス海軍は1924の5年度より駆逐艦の建造を再開し、まず改め、 W 級駆逐艦をもとに第一次世界大戦の戦訓や新しい技術を盛り込んだプロトタイプとして Amazon とアンバスケイドを建造した後1927から8年度で量産型として A 級続く1928から9年度で紹介性型の B 級が建造されたまた1929から30年度計画での建造艦は B 級をもとにわずかに大型化して燃料の搭載量増加を図った C 級となった。そして1930から1年度計画ではこれをもとにして装備に改正を加えた艦が建造されることとなった。これが本級である。蒸気の経緯から設計は基本的に C 級と同一であり、ジェーン海軍年間やアメリカ海軍協会では一括りにして扱っている。 C 級との際は装備名にあり二足駆逐乾燥海具を廃止して爆雷の搭載数を増すとともにアズディックを搭載して対戦性能力の強化を図った。艦砲は AC 級と同様で45合計 12cm 砲4門を標準的な弊社砲であるマークホーティン砲画と組み合わせて搭載した。対空兵器としては 45合計 7.6cm 広角砲と62合計 12.7mm4 連装機銃を組み合わせて搭載する予定であったが、12.7mm 機銃の開発遅延のため、初期建て造艦5隻では C 級と同様に39合計 40mm 単装機銃が搭載された。水雷兵器としては AC 級と同じく十一インチ魚雷発射管を 4連装2機搭載した。ただし、搭載魚雷は、作薬量を増したマーク9に更新された。また、第2次世界大戦が勃発すると、生き残っていた艦は護衛駆逐艦として改装され、70口径2 0ト、mm、ル機銃6門を搭載して、防空火力を強化、また45口径1 2トル砲のうち1門を、 撤去する代わりに、ヘッジホック対戦迫撃砲を搭載、爆雷搭載数を125発に増加させている。他の艦級と同様、共同艦1隻を含む9隻が建造された。本級は、戦時中に2隻がカナダ海軍に譲渡されている。また、第二次世界大戦においては9隻中5隻が戦没しているほか、2隻が 友軍の商船や戦艦との衝突事故により沈没している。ありがとうございます。